はい、はい、どうも皆さんこんにちは。今日は肩、四十肩、五十肩に対するアプローチの動画をまとめてみましたので、一緒にやっていきましょう。お願いします。あ、よろしくお願いします。まずこの状態で少し肘を上に上げましょう。この時10秒キープしましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次反対もやりましょう。はい、この時肘を少し上げましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、続きましてまず肩を持ちましょう。でその肘の下に手を当てて、このまま肘を持ち上げていきましょう。この時ここを伸ばす意識をしていきましょう。はい、10秒間まず数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対側もやっていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度は寝てやります。横向きに寝ていただいて、ここの角度90度で肘を曲げていきます。これを10回やっていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、今度うつ伏せです。肩と肘の位置が90度になるところを意識しましょう。ではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対側も同じようにやってみてください。以上になります。お疲れ様でした。ありがとうございます。